チャンネル。そこ。はい、という形でね、先ほど発表ありましたけども、阪神の中谷選手とソフトバンクの日本選手がトレードというところでね、まあ、今年はどの球団もね、トレードが活発的に行われていますけど、まあ、いいことですね。トレードはポジティブね。皆さんもそろそろね、いろいろ分かってくれてると思いますけども、まあ、このね、トレードっていうところで、まあ、タイガースはね、まあ、昨日ね、スアレスが打ち込まれたっていうところと、まあ、その後のね、ババも打たれて、まあ、岩崎もね、ちょっと状態がね、戻ってきてないっていうところで、まあ、先発陣はね、結構頭数いると思うんですよね。西青柳、で、まあ、秋山、伊藤ね、で、ガンケルっていうところでね、もう先発陣はしっかりとした、まあ、頭数がね、いると思いますけども、やっぱりリリーフ陣、ちょっと苦しいかなと、藤波もね、リリーフ、いい形に投げる時ありましたし、力もありますけども、やっぱりちょっと投げてみなきゃわかんないっていうね、このスアレスまでに持っていくリリーフ陣、あとスアレスを休ませる時のリリーフ陣の層の厚みっていうところを、考えるとですね、まあ若干、苦しくなってきてるところで、まあこのソフトバンクのとトレードってなったところでね、まあ2歩っていう形になりましたけど、まあ2歩はね、まあストレートも力ありますし、まあ変化球もね、多彩に操れるというところでね、いい人材なんじゃないのかなと彼に思います。で、しかもね、2歩の場合は、まあ今年ね、2軍でここまで11試合登板して先発10回とね、だから2軍の方では先発主にやってる中で、防御率 2.57 と非常にいい形で、成績も残してますし、あと2歩の場合はね、先発、そしてあとロングリリーフ、あとリリーフっていうところでね、すべての役割をこなせるっていう能力もあるので、今のタイガースのね、足りないピースっていうところに、非常に合わせやすい、ベンチとしては起用しやすい、選手になってくるのかなっていうところでね、非常にタイガースとは、まあ今ね、1位にいますけど、2ゲーム差にヤクルト巨人と続いてきてますけどもですね、まあそこをね、どうにか改善しなきゃいけないっていうところと、あとはまあしっかり投げれてるんで、すぐ使えるっていうところもね、かなりのプラスだと思いますし、こういったところでね、この日本の、存在っていうのは非常に大きくなってくるんじゃないですかね。今年で言うとね、1軍でも、2試合、ね、2先発して 4.76 と、まあちょっとね、一軍の方では、結果を残せないですけども、力もあるしね、まだ31歳っていうところでね、非常に戦力としては申し分ない形でタイガースに関係、まあいい形なんじゃないですかね。ちょっとね、タイガースの、リリーフ陣ね、見てみるとね、なかなかちょっと最近も苦しいね、戦いになってきてますし、ババ藤波、斉藤石、スワレスね、昨日のリリーフの中では。で、まあ、及川とかね、いい形で左は投げてるんですけど、やっぱり右につなげる。まあ、これはね、本当にいい形じゃないですかね。あと、中谷ね。中谷。まあね、やっぱり中谷もですね、今のタイガース、まあ、近本、で、佐藤の出現、で、サンズ。正直、ちょっと苦しいですよね。今のタイガースにいても、多分、一軍で出場する、もしくは一軍のベンチに入るっていうのもね、なかなか厳しいんじゃないですかね。エゴシがね、ダイソーとか守備固めで出るっていう形もありますし、で、糸井左っていうところがあってね、今は一軍小野寺。いますけれども、内野はね、木浪、馬谷、北条、上田とね、足もある、守備もある、いろんなところで使いやすいっていうところでね、まあ、なかなか、ちょっとね、一軍じゃ、チャンスがね、ほぼ、このまま行ったら下手したらね、首っていうか、戦力外になるんじゃないのかっていうね、立ち位置もあるだけに、このトレード、中谷にとったら本当に非常にいいトレードなんじゃないですかね。まあ、しかもね、出身地が福岡っていうところで、まあ地元に帰るっていうね、この復興大城東高校から阪神に入ってね、地元に帰るっていうね、ところでも非常にまた環境も変わってね、地元、非常にいいチームにトレードなんじゃないですかね。で、その中ね、今年2軍では59試合に出場して2割6分6厘、ホームラン5本という形で、多分ね、ソフトバンクの正子とね、2軍の成績はほぼ変わらない、同じような、形なんですよね。だからホークスファンにとったら、マサゴがいるのにいいやないかっていうね、声もあるかもわかんないですけども、まあなんて言ってもですね、この中谷、ポテンシャル、すごい。ね。その凄さっていうのがですね、シーズンね、20本塁打も打ってますからね、確か2017年ね。20本塁打、99安打打ってね。まあその後5本、6本、2本とね、ちょっと低迷してますけども。まあそういったね、力もね、打ったこともあるっていうね、実績は素晴らしいんで、それをね、しっかりとした形で出したい。で、ソフトバンクとしても、今ね、ちょっとね、5割、昨日ね、負けて5割になってしました。しかもちょっと打線の浮き沈みが激しくて、ちょっとね、打線、この、特に6月、得点力が一気に下がったっていうところで、ちょっと苦労してる。
で、野手はね、外野、長谷川、佐藤、正郷というところでね、まあ、正郷が出たとき、もしくは佐藤、まあ、走塁もありますけども、右の代打、川島慶三いますけど、もし川島慶三が出たときとかね、いろいろ考えると、まあ、右の代打を厚くしたいっていうところと、やっぱり長距離砲が欲しい。だからここのね、一番の難点は、コラス。皆さん覚えてますか？ソフトバンクコラス。コラスがいたら、外野で行けたのに、コラス、亡命。あと、グラシアル、怪我。バレンティン、打てない。デスパイネも怪我っていうところで、用意してた、もしくは、その、先を見て、補強してた選手たちが、亡命、もしくはね、怪我で、やっぱそこが足りなくなってきてるっていうね、このチームの層を厚くしたいっていうところを考えても、この中谷っていう補強はね、非常に、まあだから阪神としても出しやすかったですね。もう佐藤の目もついた。まあ江越も一軍にいる。ちょっと使い勝手ない。で、28歳かな。で、若い選手で、まだ伸びしろがある。で、ソフトバンク。え、じゃあピッチャーくださいよ。ピッチャーじゃあ二歩どうですか。お、二歩、いいね。っていうところでね、まあ二歩とこの中谷のトレード、非常に両チームね、いい形なんじゃないですかね。ちょっとだって阪神もね、今、2ゲーム差、巨人とね、阪神、ヤクルトとは5ゲーム差か。っていうところでね、ついてますし、チーム打率はね、2割5分3厘と、まあ、セリーグの中では、新さん、4位っていうね、ちょっとずつ下がってきてるっていうところもね、苦しいところではありますけども、やっぱりこう、レギュラーがね、カチッって決めてるんでね、この打率っていうところはね、ここからそのレギュラー立ち上げていくね、中谷は若干ね、このなかなか、苦しい、ポジション、じゃないですかね。で、ソフトバンクもね、ちょっとね、チーム打率が今2割4分9厘と、まあ、パリーグの中だったら2位ですけど、やっぱ若干低いですよね。で、この6月がやっぱりね、苦労してるっていう部分で、非常にね、いい形のトレードだったんじゃないですかね。だから今後もね、トレード、他の球団もね、どんどん出てきて、あるかもわからないですけども、こっからですね、オリンピック期間中に、サズザキチャンネル、こんな企画を用意しております。トレードした方がいい選手。2021年バージョンね。今年もですね、トレード期間が通常7月31日なんですけども、今年も例外でですね、8月の末日までですね、延長になったっていうところもあるんで、オリンピック期間中、いろんなこのテストマッチっていうのが行われますけども、そういったところでもね、このトレードを見定めた、こう、選手を見ていくっていうね、まあパリーグとパリーグやるんで、セパでね、戦っていくんで、そういったところでも、この選手をね、の動きが出やすいっていうところでですね、サズザキチャンネルでは、オリンピック期間中にですね、もちろん東京オリンピックのですね、野球の総チェック、もちろんやっていきますけども、それについて、大型企画、今年もやります。トレードした方がいい選手。これはね、ポジティブですよ。今のチームじゃ使われないから、トレードしたらまだいけるから、トレードしてあげた方が選手のためなんじゃないのっていうね、ポジティブな動画になっております。第1回目もですね、ウーネンティンした方がいいんじゃないのって言ったらね、今もう西武には欠かせない存在にもなってますし、あるチームのね、ある選手トレードに出した方がいいんじゃないのって言ったらね、おーいってみたいなね、すごい大炎上を、するような、結果になってしまって、ちょっとね、話題になりましたけども、まあ、今年もですね、12球団やります。この選手、もうトレードに出してあげた方がいいんじゃないですかっていうのをですね、オリンピック期間中にやりますのでですね、ぜひ皆さん、そちらの方もチェックしていただきたいなと思います。ということでですね、まあ、ちょっとね、短い動画になってしまいましたけども、まあ、二歩とね、中谷、ね、トレード。まあ、お互いにとってね、いいトレードだと思いますし、多分ね、両選手ともに早いうちに一軍に来て、チャンスあると思うんでね、この今ソフトバンク打線ね、ちょっとね、苦労してるとこもあるんで、この中谷がね、書きますか、地元に帰って凱旋だね。日本はちょっとね、地元福岡出したんですけど、大阪に行ってね、まあ、機会がないところをね、このタイガースっていうところでね、縦島に変わって機会を得てね、タイガースの優勝に貢献していってもらいたいと思います。そしてですね、ひょっとしたらですね、秋にソフトバンク対阪神の日本シリーズで、中谷がソフトバンクのユニフォームを着て、日本が阪神のユニフォームを着て、両チームと戦う。こんなことがね、秋に待ってるかもしれないんでね、ファンの皆さんは楽しみにしててください。まあ、トレードはね、ポジティブなんで、両選手をね、ファンの人、寂しい気持ちはあると思いますけども、選手が頑張るのが一番ですからね、一軍の場でね、ぜひ応援していただいて、今後どう展開していくのか、またね、総チェックの方でやっていきましょう。ということでお送りしました。ソフトバンク、二歩と阪神中谷のトレード情報でした。